新春早々このように大勢の皆様方のご参加で弓始め第1回の講釈会ご奉仕が叶いました。本当にありがとうございます。いろいろご多難の中曲げてこのようにご参加をいただきましたこと、厚く御礼を申し上げる次第でございます。はじめに宇佐美先生はじめお手伝いにお出ましをいただいた先生方には早朝から本当にありがとうございます。またこのようにたくさんの方々で開催をできますこの講釈会のことでございますけれども、私どもとしては神社の春の行事としてのこの地方はお武者あるいはお美者というようなふうに、いわゆる保者の行事が行われるわけでありますが、当社にはそのような行事は、ございませんでした。私としては大変弓道の盛んなこの地にあって、ぜひ愛知県護国神社の昇魂社の武道大会、そのことを考えますと、どうしてもこの新春の行事を行いたい、そんな思いでございました。それを宇佐美先生はじめ快く受け取っていただいて今日の日の迎えたわけでございます。どうぞ皆様方、日々のご鍛錬を十分に発揮をしていただいて、愛知県護国神社9万3000の御英霊に対しそのお姿をお見せをいただきたいと、そのように存じるわけでございます。またこの後も弓道がますます発展をしていただきますことを心に念じをいたしまして、今日のご奉仕をお願いをするものでございます。本日は誠にありがとうございました。よろしくどうぞお願いを申し上げます。ありがとうございました。それでは本日の社会について協議委員長の方から説明の藤島協議委員長にお願いします。いたしました。黄色い札をお持ちの方、大忙しの方、ご祈祷の準備が整いましたので御殿の方へお越しください。
そうだったら2人で使う。
歌っとる、うん、Thank you.